おはようございます。ティレット回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、最近ね、夜勤のせいで、夜勤がもう体に染みついたせいなのか、3時ぐらいまでは起きるのが余裕になってしまいました。ははははあ、もちろんですね、これね、別に仕事のことじゃなくて、家の話ね。仕事中はね、夜勤中はね、いつでも眠いです。そんなね、夜勤男が送るモンスターバトルドビクトリー。じゃあ行きましょうか。行ってみよう。さあ、私、今回はね、まさか俺は、私今回はね、あまり使ってなかったんですよ。動画に使ってなかったんで、これ使おうと思います。竜王行くぜー、キスコダスコー。ねえ、もうこんなんもう見てわかるでしょ。このレジェンドコード何が強いって見てわかると思いますもん。さあ、今回はね、魔王カード、竜王でバトルしていきたいと思います。いやもう、これは圧倒的っすよ。HP4600 ですよ、怒涛の。ねえ。じゃあまあね、ここはもう、ちょっと余裕あるんで、闇への誘いも打っときましょう。竜王の代名詞ですからね。本当は灼熱の連撃がいいんだけどな、個人的には。さあ、キスコが先に動きました。ね、大車輪で。行くぜ！マドハンドか、打撃対戦な。まあまあまあ、しょうがないしょうがない。しゃあないしゃあない。まあまあ、でも確実に当たるだけ。ラリホー！ラリホーが嫌なんだよな。これラリホーが嫌なんだよな。あー、ダスコ寝るか。まあまあまあ、1体なら。まあ、1体なら。大丈夫、1体なら。さあ、仲間を呼ぶ全体攻撃。まあまあ、ほぼ全員大丈夫です。ただ、竜王、真ん中の竜王、このリーダーの竜王は打撃耐性ないんで、基本的に攻撃がね、こいつに集中します。さあ、行きましょう、闇の座へ。はい、ちょっと椅子座ります。ちょっと、はい。うわ、ちょっと、世界の半分をやろう。混乱していく。さあ、ダスコがね、起きました。おら、いや、混乱してんだけど、あいつ。あいつ混乱してんのに起こす気か、おい。まあまあまあ、これがね、やっぱりね、集中すんだよな。竜王に集中します。打撃耐性ないんでね。まあ次はね、ちょっとね、竜王のね、この、ベギラゴンを打ちたいと思います。まあ混乱してるね。オッケー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 。さあ、このダーストロゴン、あさってくるわ。はい、オッケー、当てていく。はい、オッケー、いいよ。さあ、竜王はね、このベギラゴンを打ちます。レギラゴン、えいしょー。ね、合体呪文ですからね、元は。俺の威力はね、低いわけがなーい。強っ。もう威力は低いわけないですからね。歪みのせいなら大丈夫。まあ、最悪寝るのは一体だから。まあ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 。ああ。まあまあ、よし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 。さあ、こんなのさ、もうなんか、もう言っちゃえば、ただでさえ、ヒースドラゴンとダースドラゴンは強いモンスターっていうのはね、今までもう動画見ていただいた方とかなら、もう特にわかると思うんですよ。そんな。まあ、毒の下は大丈夫。そう、今まで動画見ていただいた方にはね、キスコとダスコは強い子なんてわかってるじゃないですか。そこにこの竜王ですよ。弱いわけがない。弱いわけないじゃないですか。はい、ベギラゴンいきますよ。はい。ただね、ベギラゴンの火力がちょっと低いんですよね。ベギラ、竜王の賢さが90しかないんですよ。90しかないので、まあこのダメージ出てる方もおかしいっちゃおかしいんだけどね。オッケー。さあ、最後、ダスコ当てて終わりよ。あ、サイドコーンしちゃったな、でも、ダスコ。灼熱だったらよかったのか。まあ。これ、ダースドラゴンが強い、本当に。耐久的に考えればダースドラゴンは強すぎるからな。ラリホンやだな。あ、ダスコ寝ちゃった。まあまあまあ、次のターンにね、誰か動けば勝ちですよ、その時点でもう。エアプレス、出た。こいつだとエアプレスか。なあ。まあまあまあ。もうこんなん強いに決まってんじゃんと。ほんとに。ああ、最後、キスコ決めてくれ！やはりお前だ、キスコ！はい、強い！これは強いわ。
いやただ闇への誘いがちょっとな。まあ竜から比べればね、でもなんかさ、ちょっと待って待って待って、ちょっと構図的にもう勝ってんすよね。これの場合構図的に勝ってんだよな。まあ魔王チームのね共通のねいいとことしてはもうね耐久性は HP が4000以上絶対超えてるんで、あまりねダメージレースで負けることがないんですよ。まあ負けることは負けるし、この竜王に至っては飛剣ドラゴン斬りスペシャルカードのあれ使われて3600くらいしかないんで、まあ3600あると十分やけどね。あ、まあ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 、こんなもんなんだ。メタルライダーもっと効くと思ってた。それ以上に呪文に強いのか、メタルライダーが。わあ。まあまあ、でも、これなら。ミラクルフラッシュ。あー、ミラクルフラッシュあんのか。灼熱の方がいいか。そうか、灼熱の方がいいのか、これ、パッと見。いくぜ、アサルトクロー。いくぜ。はい。まあ、しょうがないね。メタルライダー打撃に強いからしょうがないわ。これね、ソードストライクも多分、竜王に行くんだろうな。うん。竜王だけ打撃未耐性だからね。他の2体は打撃未耐性なんですけどね。大丈夫、やっぱそいつに行くのね。まあ当てたからいい。当てたから大丈夫。あ、闇の全員打っとくか。うん。闇のイザナイ打っとこう。ここは闇のイザナイちょっと余裕見していこう。ミラクルフラッシュ。技のバランスもいいしね。ブレス、打撃、呪文って。そういう技のバランスがいいのも僕のお気に入りの一つですよね。ただ、これでも十分強いんですよ。強いんだけど、もう一つ一歩踏み込んだのが、無道とかハーゴなんですよ。ちょっと椅子取ります。よいしょ。ああ、世界の半分だよな。あれスライムに効かないってどういうことやねん。こんなん今言っちゃうんかい、お前。嘘でしょ。スライムぐらいで効くと思ったけどな、混乱効くし、あいつ。おい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 。びっくりするからやめてくれ、そんな。俺が椅子座ってもなんか全然お前ら。なんか向こうからしたら、あ、椅子座っとんなんかしか思ってないんか。いけ、ここで、まあしっかりね、当てていけば次のターンで倒せるでしょ。おっと、スライム受けていく。まあまあでも、いけるでしょ。これみんなが動けばもう500削ることなんて容易ですよ。おい、吹き。キスコ当ててけ、しっかり。はい、はい、はい、はい。まあまあまあ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。次のベギラゴンと灼熱でもう削れるでしょ。お、これ、痛恨出ようが何出ようがね。はい。おお、出なかったの。これ出ると思った。今の出ると思ったんだけど。ベギラゴン、アイショー。はい、わー強い。大丈夫大丈夫、もう勝ちですよ。僕はだって灼熱選びましたもん、ダースドラゴンに。まあ水鉄砲かなんだ。意外と通行何も狙ってこなかったの、意外。すげえ意外。はい、ラスト、灼熱で、1体さえ当たれば、1体上がってただけで勝ちですからね。いきますよ、せーの、はい、ドン、おーし。ミス目立つな、おい。じゃあ、最後に、ちょっとレジェンド魔王って対人戦使うとどうなるのって人が多いと思うんで、ちょっと対人戦してみました。ちょ、パーティーが2、ちょ、2すぎなんだよな。まあね、ちょっと対人戦でどれくらいね、普通に対人とか乱入で使ったらどれぐらい強かったのかっていうのを紹介するためにね、あの一応こういう感じでね、やっておこうと思います。一応ね、そうするとどういう感じなのか、対人でレジェンド魔王ってどんだけ通用するのっていう。まあ一時はこのレジェンド魔王が排出されたことにより乱入対戦で死ぬほどこういう光景を見たことあると思うんですけど、やってる人はね、普通にやるとどうなるか。あ、レインかキスコにやっちゃった。ね、基本的に、こうやって普通の戦いになると、何が辛いかって言いますと、スペシャルカードを使えないっていう欠点が結構露呈するんですよ。で、まあ、相手がモーマスになっちゃったのはごめんね。こういう感じじゃないと、キスコとタスコを両立できなかったんだ。
あーでもドラゴンゲッツ260なんだこれで。へえ。ダメージレース的には負けない、ギリギリギリ負けないぐらいかな。相手のパーティーにもよるんですけど、相手のパーティーにもよるっちゃよるんだけど、ダメージレース的にはちょっと負けるかな、さすがに。主人公入りとかに比べるとちょっと負けちゃう。ほらこんな感じ。ダメージレース的にはちょっと負けるって感じが強いかな。何よりまあね、一応ダメージレースをするのだったら竜王の場合はね、危険ドラゴン切りとかで1000食らうんで、1000食らうのは結構ね感化できない弱点ですよね。で竜王に集中するんで、こういう感じで390に出ちゃう。まあ打撃に弱いわけじゃないんですよ、別に竜王が。これダースドラゴンが強すぎるだけです。これはこれはね、勘違いしたね、ダースドラゴンが強すぎるんだ。ああうん、あとはベギラゴンの通りによるんじゃないかな。ベギラゴンの通りによって本当にダメージ率が変わってくる。おっと竜王がいける。この避けがあるとね違ってくるかもね。スペシャルカードがないんで、向こうのパーティーに、向こうのパーティーがどんだけ欠点があろうと打てないんですよ。向こうのパーティーがいくら穴あろうと、それをつけるスペシャルカード、状態上スペシャルカードが打てないって言ったり、そういう点を持って、でこうやって光の玉使われてしまうと、これでどんぐらいか分かんないけど、あーこれきついかな、これ利用きついな。これちょっときつい展開です。これはつまりよく、これ結構ね乱入対戦でねよく見た光景なんですよ、この感じ。どこですか。お、避けてるね。あーギリきついな、これはね乱入対戦によく見る光景をそのまま今再現してるわ皆さんに。これ乱入対戦でよく見る光景になってます。これかなりよく見る光景だと思う。あっていう刺した方おるかもな、これは。これはダスコがしっかり当てた瞬間にもうダメだな、負けになるな。あ、終わった。勇気が溜まっちゃいましたね。そう、こうなるんですよ。そのスペシャルカードを使えないせいでほぼ無理なんですよね、勇気を貯めるのは、早く貯めるのは。だから3ターン目に光の玉使われて、トーナメント撃撃たれてさよならっていう光景がすごくよく見てきました。さよなら。魔王はね勇気を早く貯めるのは無理だからね。 HP 差1400まで縮めたんやな。結局こうね、竜王が立ち上がってくるんですよ。こっちの竜王が立ち上がってくるのよ。まあ今日お見せしてなかったんでね、ちょっと見せておこうと思います。はい、行きますよ。うわー、闇の波動者、まあ、知るほど見た光景。ああわ、よく見る光景でやったな。勝負あり。まあこれがそう、魔王カードで処刈りされてる方はね多かったんですけど、それ以上に分かってる人にはこういう処刈りをされちゃうんですよね。はい、というわけで今回はね、レジェンド魔王竜王とレジェンド共通の弱点についてちょっとね動画にしました。またね他の魔王とかもね、まあ、使いたいと思いますんで、その時にまたねこうやって動画出していけたらと思います。では今回はこれぐらい終わりたいと思います。また次回の動画でお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございました。